んにちは。今日はザ・ニセコカンパニーさんのココロという戸建てをご紹介します。こちらは泉郷というエリアにありまして、ニセコグランヒラフのスキー場から車でだいたい5分から10分程度にある戸建ての建物がとても多いエリアになります。5ベッドルームで363平米あります。じゃあ早速見に行ってみましょう。ココロです。こちら中もすごい素敵なんですけど、外も外壁とかもすごいこだわって作られてて、とてもおしゃれな建物になります。でドアも大きいです。では入っていきましょう。どうぞ。入ってすぐ目の前にちょっと今はつけてないんですけど暖炉がありまして、玄関もとても広いです。入ってすぐがリビングスペースになります。でこちらがダイニングエリアにキッチン、そしてこちら側が羊蹄山を目の前に見ることができるリビングスペースになります。テレビももちろんネットフリックスが使えます。で内装も外と同じようにちょっとこういう石の感じがあって、石と木と自然と調和している感じの素敵な内装になってます。で次キッチンになるんですけども、キッチンエリアはとても広いので、何か作りながらここでお座りしていただいて、こうお話をしながらこう料理を作ったりすることもできるような施設になってて、でニセコエリアの戸建ては長期滞在しやすい戸建てになっているので、もちろん食器類とかそういうのも全て揃ってます。こちらもうなんかお皿とか入ってるのかなと思うかと思うんですけども、後ろちょっと広めのスペースになってて、こう買ってきたお野菜とかそういうものを置いたりすることができるスペースになってます。基本的には全て収納は隠れてるタイプになってまして、こちらかなり大きめの食洗機がしっかりついてます。スプーン、フォークとかナイフ、お箸類もしっかり全部入ってます。でこちらはコーヒーメーカーがしっかり揃ってまして、ポットだったりとか炊飯器とトースターもついてますし、キッズチェアとかそういうのも貸し出しもしてくださるので、家族で滞在するにもとても過ごしやすいのかなって思います。で小さい子がいらっしゃると夜ご飯外に食べに行ったりとかがなかなかできないと思うので、そういう時にこうちょっと離乳食ちょこちょこっとだけ作ったりとかするには本当に立派なキッチンがついてます。でこのキッチンのすぐ横にベランダがついてます。でもここからちょうど羊蹄山も見えるんですけども、ここにバーベキューセットがあるので、お肉とかがっつり焼きたい時はガスもセットで置いてくださってるので、お肉買ってきてすぐここで作れます。でニセコカンパニーさんどこもそうなんですけども、とりあえずダイニングスペースがとても広い、おしゃれですよね。照明もおしゃれですし、ニセコカンパニーさん今年コロナ対策のためにこういうキット、まあアルコールとかはもちろんですし、マスクとかその持ち運びがする用のものも一緒にセットで全部ご用意いただいてます。でこうリビングスペースがありまして、入ってすぐのところになって、上の階にお部屋が4部屋あります。今日はちょっとマスタールームをご案内します。階段も広いですよね。1,2,3,4 かな、そう4部屋あります。マスタールームからは起きてすぐ羊蹄山が見えるようになってます。クローゼットもロークインクローゼットになるので、本当に長期滞在するにはねおすすめですよね。上はなんかちょっとロッジ風な感じにもなってて、白を基調にはしてはいるんですけども、ところどころにこう木のぬくもりがあっておしゃれな宿泊施設で、トイレバスはもうホテルですね。もう豪華、お風呂もゆったり眺めですよね。いやこれ嬉しいですね。洗面台が2つある、マスタールームなんですけど洗面台が2つあるのでお二人いっぺんに使えるのいいですね。こちら4部屋上にありまして、その4部屋すべてにトイレとシャワーは絶対ついてます。だからトイレとシャワー4つついてて、
で、マスタールームと子供部屋になりそうなこう2段ベッドの部屋、そこにはバスタブもついてるので、それぞれが順番に使わなくても大丈夫なようになってます。こちらが一応2階になるのかな、2階と今の1階で、さらにもう一つ実は下にお部屋がありまして、そこの部屋がまたすごいのでご案内します。次に下をご紹介する前に、ちょっとどうしてもトイレをご紹介したいので、トイレをご紹介します。トイレこちらなんですけど、トイレの扉にしては大きくって、でも開けるとおしゃれなレストランやホテルのトイレな感じで、私はこの壁がすごいおしゃれだなと思って、可愛いなと思って見てました。で、下の部屋にご紹介します。下の部屋がさっき入った入り口と反対側がちょっとこう坂になってるんですけど、車がそっち側から入れるので車庫とつながってます。この下がエンターテインメントルームになってて、まさかのビリヤードがあります。ビリヤードとこっちメディアルームって言うんですけども、こう大きいテレビでゆっくりテレビを見ることができます。この階にも一つお部屋がありまして、このお部屋にもトイレとシャワーはついてるので、こっちの部屋一つと2階に4つで5部屋になります。で、このエンターテインメントルームの反対側には車庫とつながってるドライルームがありまして、こちらここからまっすぐ車庫からドライルームつながってて、もう吹雪の日でもこう車の中に入れてそのまんまスキーウェアとかを乾かすことができます。で、こちらにはちょっとメイドさんが使うことも想定されてますかね、洗濯機とかそういうのがこちらの方に備わってます。こちらココロという戸建てで、ザ・ニセコカンパニーさんが管理している物件なんですけども、5ベッドルームで最大14名様でお泊まりいただけるんですけども、こちら冬がだいたい1泊宿泊ピークで、フリーの4WD 車のレンタルがついてて26万5千円で、さらに夏の一番安い金額だと10万円なんですよね。だからもう12人で泊まったら1泊1万いかないで、ここに泊まれるっていうところがすごいですよね。はい、ザ・ニセコカンパニーさんが所有しているココロという戸建てをご紹介しました。こちら本当に豪華なんですけども、もちろん GoTo トラベルも適用してますし、戸建てなのであまり人と接触しないで滞在することもできると思います。なのでぜひぜひルームツアー楽しんでいただけてたら嬉しいなと思います。ご視聴いただきありがとうございました。